皆さんこんにちは。あなたも楽しくオカリナを。私が関美郎です。いつも私のオカリナ演奏の動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回は私が低音を吹くときにやっていることということで、何をやっているのかと言いますと、私はオカリナの低音を吹くときにこちらを中指につけています。ベビーパウダーです。汗も防ぎ、お肌を優しく保護しますというように書いてあります。こちらのベビーパウダーを中指につけています。でなんでつけるのかと言いますと、オカリナの場合は低音のシとラの音を吹くときに、私の楽器の場合は右手の中指をそれぞれ動かすんですけれども、楽器から指を離すことなく滑らせることが多いですね。でこの滑らせるときに、これがスムーズに滑らないと演奏に支障をきたしてしまうので、指がこうスムーズに滑るように指にパウダーをつけています。つけると結構スムーズに滑るようになります。で楽器によってその滑り方って違うと思うんですが、私の使っているこの TNG の白磁機モデルは、材質がですね、材質っていうかこう表面がこうツルツルした感じにしてまして、ツルツルした感じしてまして、本当にこうお皿とか茶碗とか丼とね、全く手触りとかもね、同じ感じなんです。こうツルツルした感じなんですね。で、ツルツルした感じっていう、このツルツルっていう言葉の響きからすると、なんか滑りやすそうな感じしますけれども、逆でして、汗とかかいていると、もうそれがピタッとくっついた感じに、ね、なって、滑りにくい感じなんです。で逆にサラサラしているような楽器の方が、まあ、こちらもそんなにサラサラしているわけではないですけれども、白磁機モデルに比べたら、こちら TNG の普通のモデル、標準的なモデルの方なんですが、こちらの方がまだ若干サラサラ感があるので、白磁機モデルよりは滑りやすいかなっていう気はしてます。で、まあ、若干この滑りにくい、このお皿みたいな感じのところで滑りやすくするためにパウダーをつけています。で普段はこの大きな缶が近くにあればこちらでつけますけれども、普段はこちらですね、ちっちゃい容器に移してまして、でこちらこれはね、いつもケースに入れてまして、でこちらで右手中指をこうつけますね。でこれつけ方が難しくてですね、こうあんまり全然つかないなっていう時と、まあ要するにこの手の湿り具合によって違うと思うんですけどね、たくさんつくときとつかないときがあって、でたくさんつかないと一生懸命つかないな、つかないな、つかないなってやってるとすごいたくさんつけすぎちゃったりして大変なんですけれども、まあ、こういう感じでつけますね。でそれで、まあ、私の場合は両方ね、右手の中指で左手もラのとき中指なんで両方の中指になりますので、こうつけまして、でこれを楽器にもつけて、で吹いてみると、っていう感じでね、滑らせる、なるべく滑って滑らかにつながるようにつけています。ただこれ毎回つけているわけではなくて。もう当然シとラの時以外は関係ない話なので、曲でその時シとラがほとんど出ないような曲ばっかり吹いている時にはつけませんし、まあ、シとラが出てくる曲であっても、普段こう吹いていて、別に何の支障もないなっていう時はそのまま吹いてます。だから、楽器吹く時に必ずつけてから楽器吹くっていうことじゃなくて、普段はつけてないです。で、シとラが出てきてもつけてないです。で、ただ、シトラが出てくる曲の時、あるいはそうですね、まあ、基本練習やってる時もそうかもしれないんですけれども、すごくこう滑りがスムーズにいかないなって、それがちょっとうまくいかないなってすごい感じた時にはつけてます。でつけてやってます。ですので、つけている時の方が圧倒的に少ないって言えば少ないですね。そういう感じで私はパウダーをつけています。はい、今日はこれで終わりにします。どうもありがとうございました。